やハロー、どうも、こんにちは。アニメリアク職人ことマジャリン浜です。はい、現在2024年の4月22日の13時41分ですね。はい、今日は永瀬莉子先輩の誕生日の1日前ですけども、いやちょっとね、昨日一昨日と多治見大道芸見本市参加させていただきまして、で一昨日の晩の分で、昨日と今日の晩の分だけでリアクションが8本溜まっとるんですけれどもね。ただ先にやはり UFO の、聖地案内動画、これを撮らなあかんなと思うんで、今から行ってきます。でそれ終わって帰ってきたら、まあこの動画編集してリアクションなんとか消化していこうかと。で今日の晩また5本追加されるんで、トータル13本、まあ3日で行けるかなまあまあ頑張っていきましょう。はい、ということで、まずは小畑神社に向かいます。行ってきます。はい、13時58分ですね。着きました。先週に引き続き。ということで、ちょっとここから細かいですけどもね、カッターをして撮っていきたいと思います。はい、ちょうど、間違いなく静止中で、みぞれの人形入ってるな、このお兄さん。よし。このカット、絶対合わへん。鳥居の中に建物全部入らへんし。で、この狛犬、手前の狛犬がね、馬より上に来る。無理や、これ。絶対入らん、これ。無理やな。はい、このカットですけど、灯籠と灯籠の間に、まあ、サリーがおると。だからその灯籠のよいしょ、この隙間からシャッター押さなあかんし、これ無理やな。これは無理やわ。はい、今これ狙ってます。全然車が途切れへん。今この馬のカットを撮ってたらですね、神社の方出てきてくれて、昨日私も3話見たんですけど言うて、ここに見えるこのおみくじ、これほんまここになったんですけど、動かしてくれありました。向こうから声かけてくれくらって、いや親切ですね。ちょっとね、まだまだかかります。頑張ります。今何時、今3時33分か。頑張ります。はい、ちょっとこのカットはさすがにちょっとあまりね、ズカズカ入っていくとさすがにまずいと思うんで、一応こっからで。はい、リュリカが立ってる位置からしてね、この弥生とスズメとハズキと、カホはここにおるはずなんで、多分ここが空いてないとこれ取れへんのでしょうね。はい、今3時50分でね、まだまだカットを取っていかなあかんんですけど、もうまさかのこの神社の宮司さんが、私の YouTube を見てくださってたということでめっちゃ知ってくれてました。嬉しいですねめっちゃ嬉しい。いつも家出てすぐ踏切引っかかってますよねあ、そこまで見て大丈夫ですねっていうことで、これね、チラシいただきましたんで、皆さんもね、聖地巡礼来られた方はぜひこのチラシをもらってください。めっちゃ親切な方です。うん、すごく何ていうのね、お話ししててこんなに気持ちいいかというぐらいすごい親切な方ですはい、じゃあちょっと続いて撮っていきます。これこうなってるんですね。はいはい、ここに本間はみこしがあると。そうなんです。なので剣だけでいるかがこう向けとってますもんね。そうです、そうです。はい、注意事項というのは、はい、これなんですよ。あ、これですか。本来はこれだけなんですよ。はい、で本来はこのみこしがこの中に入ってて、はい、毎年ね、限られた日だけにお扉を全部開閉、開いて、はい、このような形でおみこしを披露するんです。あ、そうなんですね。でね、日が限られて秋しかないんですよ。11月と1月と2月。ああ、じゃあ、今からだったら最短でも11月ですね。ところが、はい、やっぱりね、アニメのファンの方がやっぱりおられるんで、はい、臨時っていうか追加でこの日程を、はい、この日程の間はちょっとこの期間のようにお扉を外してご覧いただこうかと思ってまして。マジですか、これは嬉しい情報です、ね。でこの日程の期間、まあ、直近で言うとね、ゴールデンウィークいっぱいですね。はいはい、そうです、今日が22日なんで、あ、じゃあ5日後からですね。そう、ゴールデンウィークです。いわゆるゴールデンウィークはちょっとまず皆さんにぜひその喜んでいただこうと思って、はい、で以降はちょっと毎日は無理なんですけど、はい、連休ですね。はい、で特に1日ここの日はね、ここやばいですよ。じゃあだから2日にあれがあるじゃないですか、お祭りフェスティバルがあって、で5日が博多祭りなんで、だからこの期間に開けさせていただく、はい、なるほど。であとは連休ですね、はい、7月海の日、8月山の日、はい、で9月はこれは敬老の日かな。ああ、まあ一応シルバーウィーク、シルバーウィークですかね。
だからこの間はこういうに日程 で、はい、でそれと11月の3日、11月は3日なんですけど4日が連休なので、あ、なるほど、4日は1日追加して11月は4日間ということで、あ、なるほど、この情報をね、はい、あの、ぜひ知っていただきたい。これじゃあちょっと今日情報として流させていただきます。はい、普段は空いてない、実は実際は空いてないそうなんですがということで、はい、今年はこの日に行けばおみこしが見れます、はい、あ、これでも多分6月のここはやばいですね。これ特に上がったの日めちゃくちゃ来るじゃないですか。あ、1日、まず1日はね、あのイベントの前の日なんで、はい、どこかな、でも上がった祭り結構 UFO ファン来ますから、とりあえず、ね、私も想像して多分そのぐらいの方がいいのかなとか、あ、いろいろ考えていただいてありがとうございます。すみません、この貴重なものを取らせていただいてありがとうございました。ちょっとそれもぜひお伝えしたいと。あ、わかりました、すみません、ありがとうございます。はい、ということでですね、今もう16時10分11分ですね。2時間以上かけて撮影しました。うん、いや、宮司さん優しい、あの奥様もめっちゃ親切な方で、あのまたちょっと来させてもらうかもしれませんみたいな、あのいつでもどうぞという方でね、あのお世話になりますということで挨拶させてもらいました。じゃあまさかあの神輿が見れる日の情報もらえるとはね。自分はもう4月27に来ようかなと思います。うん、連休中やから基本的に人多いと思うんで、土曜日のまあ午前中とかに来ようかな。まあまたその辺撮ったら写真載せたいと思います。はい、じゃあちょっと今から都道高校のカット1枚撮って、あとは時間したいで太陽が丘が行こうかな。まあ太陽が丘はもうええかな、来週行こうかな。多分来週ね、サービスなんで、まあちょっと、うん、考えながら移動しよう。はい、信号待ちのサファイアです。16時21分、都道高校の前着きましたね。ここ1枚だけカット、あのちょっと門のカットもあったんですけども、確かもうそこも何回もできるカットなんでもうええかなと。あと宇治橋のカットも何回もできてるんで、であとは太陽川ですね。もう太陽川も来週行ってきます。多分来週もサンフェスで太陽川が出てくるはずなんで、ってことで今日の撮影はここが最後なんですけど、映ってるのがあのバック、え、あれ なんつうの、あれバックネット、違うな、あれ確かね、自分の記憶ではね、ちょっと見直してないと分かんないんですけれども、1期13話のさよならコンクールの朝映ってなかったかな。あの香織とあの遥が投稿してきてね、もう音聞こえてきたって言って、もう早いよって言った時に映ってた気がするんですけどね。まあ いや、よし、じゃあとりあえずこれカット合わせて撮ります。はい、今16時27分ですね。なんと2分前からものすごい生徒たちゾロゾロ出てきたということで、今ちょうど下校時間やったんか。ってことで、あの最後の、まあ、バックネットのカットはもう一発撮りです。ちょっとさすがにこれ無理や。うん、あまりにも不審者すぎる、顔も顔やしね。はい、ということで今からとりあえず帰って編集したいと思いますが、もうここでエンディング撮っておきましょう。うん、いや、まさかね、小畑神社の宮司さんがね、自分の YouTube 知ってくれてはるっていうのびっくりでしたし、それで帰ろうとしたところで、あ、あの、みこしの説明って、あの、見ていただけましたかってことで、ああ、見てないです。っていうことで、あそこちょっとどうなってんのか知りたかったんですけど、なんかちょっとね、あの、忙しそうにされてたんで、ちょっと声かけるのも申し訳ないかなと思ったんですけども、もうわざわざね、逆に声をかけてくださって、あの、みこしのね、説明をしてくださいました。ほんまに、あの、ありがとうございました。今後ともお世話になると思います。はい。で、ちょっとさっきも言ったように、もうあの、最後のね、続くって出てるところの、太陽が丘のカット、あれはちょっと来週一応行こうかなと思います。で、宇治橋のカットと、この都道高校の門のカット、まあ、門のカットも今不可能なんで、ものすごいゾロゾロと、で今ね、一人あの出てきた生徒の会話が聞こえたんですけど、これ絶対 UFO ファンですよ、多分1年生ですね。うわ、同じ通学路って言ってました。いいですね、羨ましいですね。はい、ということで、じゃあ今から帰りたいと思います。よかったですね、チャンネル登録、高評価、また応援コメントなどなどよろしくお願いします。はい、以上ですね、アニメリアク職人ことマジアドビの浜田でした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは。
はい、ちょっと追加アパートです。今帰ってきたんですけどね。小畑神社さんの行き方をちょっと一応聞いたんですよね。車って止めるとこあるんですかって言ったら、車はね、ないんです。駐車場はなくて、で、コインパーキングも近くに全くないので、お越しの際はもう、なるべく電車でと、いうことです。はい、以上、追加アパートでした。